はい、どうもヒョードルです。デジモンワールド実況プレイ続きをやっていきたいと思います。ジャクリンが前回豆もんになって深もんになって豆もんにまた戻りましたね。寝起きは昼方、もう夕方なんで、じゃあそろそろ豆もんは多分寝ますね。ですね、ファクトリアルタウンに豆もん連れて行こうかなと思っております。あ、そうだ。ちょっとついでなんで、今日のうちに雪だるもん仲間にしに行こうかな。オートパイロットはあるし、多分、進化さえすれば大丈夫だと思うんだけど、とりあえずフリーズランド行ってみよう。ジャクリンがね、まだプニモン、幼年期赤ちゃんデジモンだった頃に、フリーズランドで、病気にかかってね、病気にかかってっていうか俺が腐った肉食わせて病気にしたんだけどね、ひどいやつですね。でほんでなんだっけ、あーやべえ、当たっちゃった。じゃあね、ちょっとこのジャクリーンの威力思い知らせてやりましょう。強えよ多分ね。あーほらあ、やべ、強いけどやべもうね、フルポテンシャルは覚えてる。マッスルチャージだ。あーもうやばいそうだ、 HP と MP ないわーって思ってたのに、これね、技をね自分で選べるようになりましたね。バスターダイブだーっつったらバスターダイブ使えるんだよね。これすごいね。ドカーン、あ、防御された。マジか。950、どうですこの威力。マッスルチャージ使いまくってるからね。OK。これバスターダイブって技なんですけど、これがね潰されやすいんですよね。隙が大きいんですよ。あー、なんかトリマー入れてるけど、トリマーよりもなんかダイナマイトキックとか割とすぐ出て潰されにくい技というか、消費 MP が少ない技の方がいいかもしれないですね。バスターダイブやっぱり消費 MP が確か200とかあって258ですね。燃費悪いんだよね。なのでトレーマーは外して、ここダイナマイトキックにします。こうすればまあなんかちょっと HP 残っちゃったなーとか、そういうやつの処理もやりやすいかなということでやってみようと思います。ノンゴブリンがいて、ここですね。フリーズランドってなってるけど、雪だるもんの家だよね。ハロー、おひさ元気。やあ、こんにちは、また来たよ。君は前のデジモンはどうしたの？何言ってんの？同じ。ん？そうだっけ？まあちょっとね、見た目、まあなんかちっちゃいし、わかんないよ。改めて頼みがあってきたんだ。簡単に言うと、町に来てほしい。ほえ、なんかいいことある？面白い？何か好きなお店を作っていいよ。お店？僕憧れてたんだ。いいな、行くよー。おお、そっかそっか。じゃあすぐにでも。お店、かき氷、アイスクリーム、楽しみだな。さすが、見た目そのままの。雪だるもんは、ちゅうことで、あれですね、レストランを経営するやつですね。オートパイロットで帰ります。そんな聞き分けの悪い子は、こら！いやー、ちょっとね、豆もんちゃん、ご機嫌を上げてあげたいな。さて、ここはグレートキャニオンの話だよね。もう一通り噂なくなっちゃったんですよね。お肉は、あ、もらってなかった。危ねえ。多分あと1時間もすれば豆もんは眠くなると思うんだよな。ちょっとだけトレーニングしていきますかね。これね、何あげるか悩みどころなんですよね。HP、MP が超低いんだよね。なんだけど、攻撃じゃね？ボーナス！一発ボーナスいっとこ。あー、ずれた。まだまだチャンスはあります。お、いいよ、いいよ。なんかいまいちうまくいかないね。はい、じゃあ豆もんちゃんおやすみ。なんかもう幼年期と同じ声なんだよね。ちっちゃいからか。よし！というわけで HP、MP 全開しましたので、まあアイテム使ってだいぶ全開してたんだけどね。はい、まあそれはともかくとして、じゃあファクトリアルタウンホエモンに話しかけたらいけるところですね。ここ行ってみようと思います。またね、ちょっとこう景色の変わった感じで。ジャスフム、どこにしましょうかね。ファクトリアルタウンか海岸洞窟といったところですかな。ファクトリアルタウンへ。不気味な音楽。うまいね。おお、プラチナスカモンだ。わお。ナスカモンはいいや。昼間来るとね、この辺ガードロモンっていうロボットのデジモンがあるよ。イレモン。あー、やべえ、当たっちゃった。ドゥイヒーフイ。これなんかまた HP 多そうだよね。お、携帯トイレ落とした。お前を流しては。いただいたものは拾っておきます。この辺はいけたりはしないよな。何もなさそうかな。そこのゲーモンさんもいて、何もないね。じゃあ先進みます。もうね、この辺になるとさすがになんかちょっとこう記憶も薄れてくるんですよね。割と複雑。あ、ガードロもいますね。ちょっと戦ってみたい気もするな。ちょっと一回やってみましょうかね。せっかく機械系だし。豆もんはね、機械系の技も覚えるんですよ。この先侵入禁止。両方いるか。機械系の技も覚えるので、もしかしたらこれでなんか使える技を覚えるかもしれない。今のが機械系の技ですよ。一発マッスルチャージ。一発いったこと。おお、プロミネンスビームですね。あれこの系の最強技。ちょっと潰される危険性を考慮してダイナマイトキックで攻めてるんですけど、ガードロも攻撃力めっちゃ高えなこれ。うわー、やっぱ潰された。あー、もう OK。 お、今だバスターダイブ。 OK、もう一発いったれ。よっしゃー、最後はダイナマイトキック。へい。いいよ、豆もんちゃんいいよ。ジャクリン大活躍ですね。ほんで、は極上肉あげちゃおう。本来豆もんはまあデジタケぐらいあげときゃ十分ぐらいなんですけど、せっかくなんでね、せっかくというか極上肉はご機嫌を上げる効果もあるので、ちょっとそれ狙いで上げてます。あ、これね、これあれだよ、あれどっかで開くんじゃなかったかな。ないな、スイッチとかあるかな。まあ自分じゃ開けらんないのかな。これね、ギアサバンナにつながるところなんですよ。一回ギアサバンナでなんかこう大きい扉があって、これは中からじゃないと入れないなみたいなね、そんな話をしていたと思うんですけど。よいしょ、ここはスルー。でこれなんだよね、ここは通れません。ここはね、見張りがいるんですね。昼の12時と夜の12時に見張りが交代するので、それで通れるようになるっていうやつなんですけど、ここってなんだっけな、アンドロモンいるかな。あ、いたいた。こんにちは。おや、あなた方はどうやってこの町へ入ってきたのですか。用がないのなら早急に出て行ってください。携帯トイレあげます。聞き分けのない子にはほら、いや今グレてるからね、こいつね。今日ファクトリアルタウンは居心地がいいみたいで、ご機嫌のマークがニコニコしてるんですよね。そうなってるとご機嫌が徐々に上がってくらしいので、まあ、ちょっと失われたご機嫌をここで取り戻したいところです。じゃあもう一箇所、ここですね。下水道。うおほほ、毒々しいね。ここになんだこりゃ。どうしたジャクリン。この霧の匂いか。も怪しいな、何かやばいものが混じってるとか。あ、工場っぽいから、その工場排水的なものがまずいのかな、そんな感じがちょっとしますよね。公害だ、なんだっけ、痛い病とかああいうやつだよね。これなんだけど、どうしようかな。これとりあえず置いといちゃおうかな。これね、マッチなんすよ、懐かしのマッチなんだけど、なんかね、おぶつ系のすげえ技実は覚えてるとかっていうので、なんかちょっと今戦うのもったいないなーとか思っちゃって、ちょっと置いとこうかな。まあいっか、そんな技全部覚えるほどやり込まないしな、多分な。うっす、マッチへこへこへこ、あー調子悪い。ん、大丈夫か。へこへこ、とにかく調子悪いのじゃ。お前こんなとこに住んでんの。あー気持ち悪い、だるいわ、会話が成り立たねえ。とにかく調子悪そうだ。いつもこうってわけじゃないだろうし、ちょっと青ざめているように見えなくもない。もともと青ざめてるような色してるけどね。へこへこ、どんどん調子悪くなってくるわ。何か原因を探らないとダメか。この排水はどこから来てるのかな、探ってみよう。まあこの明らかに毒々しいピンクの霧、工場排水のせいではないかということで、その調査をしていこうっていう話ですね。さて昼の12時までちょっと暇だね。もう一回アンドロモンに話しかけてみます。ダメか。さてどうしようかな。こっから離れてもまたちょっと都合悪いんだよね。というわけでちょっとここで12時まで待とうと思います。責任者の許可なしには通れません。急いでるんだけどダメです。許可を取ってください。仕方ないか。多分この工場が下水に廃液か何かを流しているはずだ。確かめないとってことなんだけど、通れないですね。責任者があのアンドロモンって話になるのかな。なんか取り付く島もないって感じでしたけど、さっき話しかけた時はどうなってるかな。おや、あなた方は続きますね。そんなことは後々。工場を調査したい。命に関わる問題なんだ。許可をくれ。ふむ、どういうつもりか分かりかねます。許可できません。工場から出てる廃液で死にそうなデジモンがいるんだ。工場からですか。あなたの勘違いでしょう。廃液分解システムは正常に作動しています。正常かどうか見なきゃ分かんないだろう。我々のコンピューターは完全です。万が一の異常にはネットキーパーが働いて異常を絶ってくれますので。なんだそれ。それは壊れないのかよ。ネットキーパーとは完全なるデジモンギロモンの別称です。彼の判断能力はまさにパーフェクトなのです。デジモン、それは余計に危ないよ。今は頼む、許可を。お引き取りを。我々のコンピューターは完全です。うん。よし、こうなったら見張りをなんとかしよう。他に当てもないしな。見張りをなんとかしようっていう話ですな。んで、もう一回見張りのとこ行ってみようか。なんかね、交代の時間の情報が確か聞けたと思うんですよね。ハロー。ここは通れません。さてどうするか。どうしてくれないと暴れるぞ。脅してもダメです許可実は取ってあるんだ。印象がありません。ダメだったじゃあおい交代どうぞ。まだ交代時間ではありません。何時交代なの。0時と12時が交代時間です。あ、そう閉めたちゅうわけですね。これで交代時間にパパッと通っちゃおうっていう魂胆です。さてさて、じゃあ12時まで今度こそちょっくら待ちますね。はい、12時になりました。5555。これで交代できるはず。お、来た。お、見張りがいないぞ。ちゃんと来てから交代しろっていう話だよね。まあそうじゃないと通れないんでね、ありがたいんですけど。よし、これで見張りをやり過ごすというかね、見張りを超えることができたのでプラチナスかも思いますね。怖い怖い。なんかこの辺で宝箱とかなかったかな。こいつら急に動き出すやつや。おっ、あ、普通に通り抜けれたわ。ああ、よかったよかった。やっぱりね、宝箱あったね。 HP チップと MP チップやったぜ。はいはいはい、スルーです。ガードロもさっき戦いましたけど、めちゃくちゃ攻撃力高いですね。怖い。あー、なんかここ視界が悪くて怖いな。うおー、いるわやっぱり。おし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 。これどんな感じなんだろう。やっぱここ開くのか。やべ、ケロモンだー。あー、しまった、戦っちゃった。ギヒヒ、悪いコンピューターは俺が壊す。ギヒヒヒ。やべえ、完全にイカれてますねこいつ。あー、ちょっとしまったな。こいつが例の、おい何してんだ。ギヒ、壊す、全部壊す、悪いもの壊す。まあけど豆もんも機械系の技覚えるからな、なんか覚えるかもな。完全にイカれてるらしい。相手は完全体だが止めなくては。ギヒヒ、壊す、お前たち壊す。こいつはだいぶやばそうだね。豆もんをファクトリアルタウンで改造ができるらしいんですよね。でメタル豆もんがヒロモンに進化することができるらしくて、それを狙ったんですけど、やべ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 、ダイナマイトキッ、ダイナマイトキッ、やめろ。ああ、あれが機械系最強の技 DG ディメンションですね。やべ、あんなのまで使ってくるんだね。もうなんか一発一発が強め。うわ、液晶化だー。いや、液晶化直すものねえなー。そこはもっとけって話だな。あ、けどいい感じ。戻りまーす。また液晶化か。そう、液晶化直すもの持ってくればよかったな。あー、 DG ディメンジョン結構潰しやすい技ではあるんだけど、あ、これまた来るな。これやっぱり、よしよしよし。うわー、600硬いな。あー、外した。あー、まただ。ダメだけどね、ギロモンの必殺技ポンコツなんすよ。見ました？あれどっか飛んでったの。スマイリーボム。うわー、マジかー、潰された。おー、くそ、お互い不発かよ。また液晶化だし、これは長期戦ですね。決まれ決まれ、ダイナマイトキック、ダイナマイトキック。帰った、外れたし、よっしゃー。なるほど、あの技バー、なんかコードがいっぱい飛んでくるようなやつは移動すれば避けれるんですね。技覚えねえかな。覚えねえのかよ。そっか。ギーギー、電気が抜けて、お、電気が抜けていってるみたいだと。そうだ、アンドロボンに報告して廃液を止めてもらわないとな。携帯トイレ入ろう。引き分けの悪い子はほら、やっとなんかしつけもだいぶ戻ってきましたね。ヒロモンの電気が抜けちゃった。この辺にね改造できるところがあるらしいんですよね。探してみよう。こいつかな、もしかして。私に何か用か。違ったー。お金も10万いきましたね。戻ったわ。あれじゃねえのか。分かんないよね。ちょっとそこ抜いて。よかった。こっちかな。気まずい。あ、抜けれた。賢さチップ。おお、賢さチップちょっと珍しいですね。オートパイロットに防御チップ。おお、なんかチップいっぱいだな。こいつかな。思い切って話す。お、やった。改造を行います。費用として2000ビット必要です。頼むぜ。これでね、ジャクリンが改造できる。お、成功しました。来た。さあ何になるのか。11分の6の確率で失敗、11分の5の確率でメタルマメモン、11分の1の確率でギロモンになりますので、メタルマメモンかギロモンのどっちか。さあどうだ。じゃん。おお、まあここはまあ安牌というかね、そうなるよねって感じですね。メタルマメモンになりました。これこっからさらに改造はないのかな。おお、メタルマメモンになった。改造手術成功です。あ、形式が違います。改造できません。あ、やっぱこいつは改造できないんだ。マメモンだけなのかな。ジャクリンメタルマメモンになりました。ステータスはあ、防御と素早さ400台だったと思うんだけど上がってますね。おお、すげえすげえ。技セットし直さなきゃ。覚える技は多分ね、この辺機械がちょっと増えたかなって気がしますね。なんか左手にバスターついてるんだから、なんか火炎系の技とかも覚えてくれてもいい。ダイナマイトキックどうしようかな。メガトンパンチの方がいいかもな。バスターダイブ当たんないんだよね。潰されやすいし、ちょっと試しにこんな感じでいってみますかね。メガトンパンチ、ダイナマイトキック、マッスルチャージ。近距離だけど、まあいいんじゃないかな。あー、いや当たっちゃった。第一目標敵機の破壊。あ、けど1体だけだ。やったね。じゃあちょっとメタルマメモン初バトルをお見せしましょう。MP が お、すげえ。オールレンジビームなんか使うのこれ。すげえな。あれ機械系の結構強い技ですよ。聞こえないかな。いけ、メガトンパンチ。痛い。いいね、メガトンパンチで700近く食らう。これが安定じゃね。バスターダイブよりメガトンパンチの方がいいんじゃないかな。まひる可能性もあるし、でも速いし、なんかこっちの方が安定するわ。オレンジビーム覚えろ。覚えない。なかなか覚えないんですよね。